ブッブブかわいい、かわいい。さっきね、そうさっきあのハリオに居所ルームを急遽しないことになったって連絡しました。そう今ちょっとコメント読んでて思い出した、あのそうで、もうそう嘘だがんって言われた。嘘だがんって言われた。そうまあ嘘だがん。嘘なんだがん。嘘だがんってめっちゃボロいいね。そうハリオの地元はなんかなんちゃらだがんみたいな、がんってつけるのが正解なのかな、確かそうだった気がする。そうハリオ見てたら教えてほしい。がんだっけだがんだっけ、ちょっとがんだった気がする。森本はなんて言った。やっほー、3期生で行った回転寿司。そうそうそう3期生で、そうなんかね、私となんか私がなんか結構そのなんだろう、そう私とハリオが結構なんかなんちゅりしていねって話したら、そうゲームとかもなんだけど割とすぐになんかよしやろうみたいな感じの空気になるんだけど、お寿司屋さんとかも行きたいねって話してて、結構その後すぐにそう行ったかな、ひなのちゃんと高橋と行った。でか口さん帰省帰って帰って耐えて寿司めっちゃ笑った。そうそうめっちゃ面白い、めっちゃ笑ったのお寿司屋さんで。3期生の中では誰が一番食べる、え絶対私です、これは私が一番食べる気がする。そうめっちゃ食べる、うちは結構でも3期生は結構食べるかな、うんそうそう、うんうん、食いしん坊め。そうめっちゃ食べちゃう、なんか、ね、私お腹いっぱいでもなんかそこにあるとわ食べないともったいないとか思っちゃって、なんか意地で食べちゃうんだよね。そうでも ずっと食べててもずっと美味しい人だから食べちゃう。意外とひなのなのかも、確かに確かにそうね、大人買いしちゃうくらいだもんね、急に唐揚げくんを、ありえる。ゲームとかしますか、ゲームは私結構するね。そうあなんか最近あのゲーム暇つぶしゲームみたいな感じのものをしていたんですけど、それはなんかライフっていうものが消費されて、そのライフが消費されるとゲームできなくなっちゃうんですよ。だからひなのちゃんなんかその3期生誘って、そしたらひなのちゃんめっちゃのライフくれました。ひなのちゃんめっちゃライフくれて、でハリオはあのお願いって言った時すぐは行ってすぐめっちゃあのくれて、めっちゃくれたんですけど、あの最近浮上してない。そうね、高橋に行くにはあのそうですね、あの早急にライフをください。高橋に行くにはあのまだ1個も届いてないのでライフください。はい。やった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 。そうあちょっとあのコメントで流れてるんですけど、まあ、あの私からは言わないんですけど、まあそうですね。そうですね、そうなんですよね。はいあのはいあのしーしーしー、ちょっと静かに静かにしー。はい。なんだろう。あブログ2週間連続更新ありがとうございます。ありがとうございます、見てくださってありがとうございます。なんかもうそうだね、なんかそうだね、ブログ、そう私ね本当に本当になんか本当に何も考えてないことがあるのよ、本当にもう知らないうちに一日終わってることがあって、やばい今日何にもなんかもう文字として記録できるようなもの一個もしてないと思って焦ってしようと思うんですけど、そうだからそう口に手入れるのあってきた、ごめんね。やっほー、二冠食いって書いてある。二冠食い。そうですよ、楽しそう。響いたかな。響いたかな。そう、ポカが喋りました。ポカが喋りました。はい、あの、私のトーク笑ってくださってるみたいです。あの、そういうことです。
違います。あの、はい、あの私に笑ってくださってるんです。